ジョーダン EJ12 は、ジョーダングランプリが2002年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。2002年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。デザイナーはエグハルハミディ。1996年以来チームのタイトルスポンサーであったベンソンヘッジスが支援を縮小。代わりに DHL がタイトルスポンサーとなった。 2001年シーズンからの向上を狙い、フロントノーズを高く持ち上げて、空力を有効活用するマシンに仕上げたが、それが、あだとなり、前方の視界が悪く、フロントサスペンションドアームは、大型のツインキールを介して装着されていたが、強度が不足気味だった。そのため、車高変化による空力的な面やセッティング面において敏感なマシンになってしまった。 テクニカルディレクターのファミリーはシーズン序盤に更迭されチームに復帰したゲイリー・アンダーソンが改良作業を行った。フロントウィングは当初 EJ11 と同様の段差のついたタイプを使用していたがシーズン途中で全体が湾曲したタイプに変更された。ドライバーは上段へ復帰したジャンカルロ・フィジケラとテストドライバーから回一デビューを果たした佐藤拓馬。 2002年シーズンの関心は、同じホンダエンジンを搭載する BAR とのランキング争いになった。フィジケラは、粘りの走りで4度のポイント獲得。佐藤は、マレーシア GP で、フィジケラに追突、モナコ GP で、フィジケラに順位を譲ろうとして、クラッシュ、オーストリア GP ではスピンしたニック・ハイドフェルドに、 突っ込まれて、マシンが大破するなどアクシデントが続いたが、最終戦日本 GP で5位初入賞し、チームのランキング6位浮上に貢献した。しかし、この年限りで、ホンダエンジンを失うことになった。アメリカ GP にて、フィジケラがドライブする EJ12、ありがとうございます。